アマチュアゴルフワールドカップは、アマチュアゴルファー誰もが世界一を目指せる大会です。世界でおよそ8万人が予選に参加しています。この大会の特徴はアンダーハンデ競技で行われることです。ハンデ15未満のカテゴリー A とハンデ15以上のカテゴリー B の1名ずつが代表選手として本大会へ臨みます。見事予選を勝ち抜き日本代表に選ばれたのは、ゴルフ歴4年、青森県の児玉純一郎さん32歳。カテゴリー B はなんとゴルフ歴8ヶ月で日本代表になった神奈川県の春木勝正さん32歳。この番組では同級生コンビである日本代表の戦いぶりに密着しました。アマチュアゴルフワールドカップ2019の決戦の地は情熱の国スペイン。首都マドリードからおよそ400キロ、スペイン南東部に位置するムルシア。大会はムルシア郊外にあるゴルフリゾートシェラトンハシエンダデルアラモゴルフ&スパリゾートで行われました。目玉の親父みたいな感じです。どうしたんですかそれ。あのゴルフ仲間に作ってもらいました。すごいな。ありがとうございます、頑張ります。どうですかスペインの初打ち。気持ちいいです。なんか日本じゃ味わえないあの雰囲気ですね。どんなところが違うんですか。いやもう何でしょうね、まず芝から打てるっていうこと自体がもう全然初めて芝から練習しましたし、すごく気持ちよく打てました。練習ラウンド頑張ってください。はい、ありがとうございます、頑張ります。練習ラウンドは他の国との組み合わせで回ることに。日本はモロッコと同組になりました。どうすか調子。いや調子はまあまあですね、まあ、何より楽しいですね。あとやっぱ子供さんうまいんですごい楽しいです、教えてもらえて。どうですか春樹さんは。春樹さんスイングすごい綺麗だし飛ぶんで、なんかもっと普通にこう俺と同じぐらいラウンドを年間できればめっちゃ上手くなるような気がしますね。しっかり触れてるし。ちなみにまだゴルフ始めて1年。やばいっすね。アマチュアゴルファーの原石ですあれは。本戦へ向けいい調子のまま練習ラウンドが終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でございました。どうでした。初楽しかったです。スコアのことは聞かないでください。楽しかったです。明日から本番ですが、いかがですか。はい、明日から本番ですか。いやもう本当楽しみですね。もちろんスコアにこだわりますけど、楽しんでできたらいいなって思います。ね、同じく楽しみながら頑張りたいと思います。スコアにこだわって、ね。そう。じゃあせーの、日本は明日頑張るぞ。練習ラウンドが終わると夜には出場選手関係者が集まりパーティーが開催されました。明日から始まる大会は初日、2日目はステーブルフォードによる個人戦、最終日は国ごとのチームスクランブル競技で行われます。個人の実力、さらにチームワークも問われる大会です。ポイントはそれぞれのハンデに応じて、ボギーで1ポイント、パーを取ると2ポイント、バーディーを取ると3ポイントが加算されます。
3日間で着実にポイントを重ねていく必要があります。いよいよ明日から本戦がスタート。日本チームはどのような戦いを見せてくれるのでしょうか。アマチュアゴルフワールドカップ2019、参加者延べ8万人の頂点を決める戦いがついにスタート。ありがとうございます。ありがとうございます。いよいよ本番ですが、はい、調子はいかがですか。まあ悪くはないです。昨日の通りにやれれば、まあそれなりのスコアが出てくるんじゃないかなと思います。じゃあお二人頑張ってください。はい、ありがとうございます。少し緊張気味の日本チーム、初日はスロバキアと同組になりました。初日が終わり、日本はチェコに次いで第2位と好位置につけました。明日からのプレーにも期待です。おはようございま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 す。2日目ですが、はい、調子はいかがですか。いや、もう上々っす。いい感じで、はい、もうやっぱ連続してゴルフやるとすごい調子がいいです。あ、最高です。昨日出て2位ということでしたが、はい、いかがですか。まあもう下に落ちることは考えないで、あの2位もしくは1位キープで最終日に臨めるように頑張ります。逆転を目指す日本2日目はオーストリアと同組になりました。Good morning.2日目が終わり、日本はチェコを抜き見事首位に。2日間どうでした。初めてのコースというかスペインで、はい、まあ、初日耐えるゴルフをして、で今日もまあ耐えるゴルフをずっとしてたんで、まあ明日はね、あのハルキ君とスクランブルっていうことなんで、攻めるゴルフに徹したいなと思ってます。でも自分はゴルフ歴も浅いんで、日々なんか進化してるなっていうのすごい実感できて、環境も良くて楽しくできて、スコア的にも更新してるなっていう実感もあるので、すごい楽しくやれてます。でも何より隣の師匠がお上手なのですごい楽しいですね。スクランブルに向けてあのチームワークとか、はい、どうしていきたいなみたいなあります。あの初めて の, その競技方式なんで、自分もあのそのスクランブル自体やったことがないんで、あのこうなんですかね、こうミスで足元すくわれないようにちゃんとこういろいろ確認しながらあのやっていきたいなと思います。自分はそうですね、なんかゴルフは個人スポーツっていうイメージがすごいあって、こうまあミスしても自分だし、うまくいっても自分だし、ちょっとまあ気楽なとこあったんですけど、初めてこういうチームスポーツっていう感じができて、まあいい意味でさらに緊張感できていいんじゃないかなって、まあ、すごい楽しみですね。じゃあ最後に明日目指す
ところと、はい、抱負を今暫定1位なので、もう落ちることは全く考えず、この1位取るために明日頑張ります。そうですね、自分は、まあ、1位ですけど、やっぱ守ったら負けちゃうと思う、負けると思うんで、弱気になったらもう攻めて攻めて攻めて、今僅差ですけど圧倒的な勝利で、日本すげえなって周りに言われるような、そんなプレー したいなって思います。最終日のスクランブル競技は現在2位のチェコとの直接対決に。初優勝を目指すチェコか、連覇に手がかかる日本か、注目の最終組となりました。頑張って、いらっしゃい。17番ホールを終え、日本が4ポイントリード。勝敗はチェコが得意とする18番パー5にもつれ込みました。わお。わわわ。わわわ。わお。チェコが2オン成功。逆転の可能性が残るイーグルチャンスにつけます。チェコ、入れれば逆転のイーグルパットが惜しくも外れ。日本はパーパットを決め、見事優勝。前回大会に続き2連覇を決めました。もう普通に嬉しいですね。まあ児玉さんとでしたら取れるって信じてたんで、まあやっぱりかなっていうところちょっとありますけど、まあ、純粋に嬉しいですね、はい。目指すべき優勝、そして2連覇っていうことだったんで、まあ取れてすごく嬉しいです。で、春樹君と一緒でよかったなと思って。おー、嬉しい。まあ、今回の大会ハンデがあるということなんで、良くも悪くも気軽に参加できるんじゃないかなと思います。で、周りに上手い人なんかと、一緒にゴルフできるので、まあ、まずは気軽に参加してみるのがいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ゴルフの競技には、大体2年前ぐらいから出始めて、まあ、今回、チーム戦っていうゴルフのやり方初めてで、今までは一球一球がもう自分の責任っていう感じだったんですけど、まあ、今回は特に最終日なんかは自分の一球がチーム の一球になるということで、まあ、新しいゴルフのやり方というか競技の仕方、また違う一面が見れたなっていうのはすごく今回の収穫だったと思います。最終日の夜は表彰パーティーが開催されました。アマチュアゴルフワールドカップ2019は見事日本の連覇で、3日間の熱い戦いが幕を閉じました。まあ、今大会で4回目なんですけれども、毎年大会としてグレードアップしていて、参加人数も増えましたし、そして日本の認知度も上がってきているので、去年優勝したよなとか、最初の年も優勝したよな、今年も強いチーム持ってきたのかと、そんなようなコメントを大きく聞きますので、
国際交流という意味でもすごくいい大会だなというふうに思います。必ずしも上手くなくてもこの場所には来れるというのがアマチュアゴルフワールドカップの醍醐味なんじゃないかなというふうに思います。カテゴリー A、カテゴリー B というふうに分かれているので、上手い人はね、カテゴリー B の人を引っ張ってもらえればいいですし、カテゴリー B の人は今回の春樹さんとあと児玉さんの関係みたいにちょっと今週を通じて上手くなってよりゴルフが好きになるみたいな、だからそのような関係がこの4年間続いているかなというふうに思いますので、今まで参加された方、必ずしもお互いを、ね、そもそも知り合いじゃなかった方もいらっしゃるんですけれども、親友になったりとか交流が続いてたりとかそういうふうにするみたいなので、本当にゴルフの楽しさとか良さを共有して帰ったんだなというふうにすごく嬉しく思ってます。もう来年2020年は6月にまたモリシャス でやりますんで、いい日本チームを連れてこれればなというふうに思いますけれども、アマチュアゴルフワールドカップ2019スペインで開催された世界大会の模様をお届けしました。競技ゴルフへの挑戦を始めたシングルハンデの児玉さん、ゴルフ歴8ヶ月で日本代表になり今大会を通じて上達していった春樹さん、世界中のゴルファーたちと夢のような時間を過ごした2人は一層ゴルフ愛が深まったようです。自身のプレーと向き合い挑戦した先には誰にも世界への道がつながっています。日本3連覇へのたすきを引き継ぐのはあなたかもしれません。